功労化医学は積極的予防医学の一種で老化を防ぐために行う行為の総称である。文脈においては、高弱は医学、アンチエイジング等の言葉が使われることがある。功労化医学とは人間の本来の姿、本来の寿命、私的な状態に心身ともに持っていくことを目的とする医学及び周辺科学をも含む修学的医学である。 その根底には検査学や診断学、従来医学を含む。範囲は、一般診療科目全部、運動生理学、栄養学東洋医学、美容外科、美容皮膚科、エステ、アロマ、ハーブ、補助栄養学、代替保管医学、音楽、芸術など多岐にわたる。老化の原因に関する仮説には、プログラム説、活性酸素説、テロメア説、 遺伝子修復エラー説、分子間架橋説、免疫機能低下説、ホルモン低下説などがある。1971年から1980年のデータで糖尿病患者と日本人一般の平均寿命を比べると男性で約10年、女性では約15年の寿命の短縮が認められた。このメカニズムとして高血糖が 生体のタンパク質を非酵素的に糖化反応を発生させ、タンパク質本来の機能を損なうことによって障害が発生する。この糖化による影響は、コラーゲンや水晶体タンパククリスタリンなど寿命の長いタンパク質ほど大きな影響を受ける。例えば白内障は、老化によって引き起こされるが、血糖が高い状況では、この老化現象がより高度に進行することになる。 同様のメカニズムにより動脈効果も進行する。また、透過反応により生じたフリーラジカル等により、酸化ストレスも増大させる。米国では、1993年に12名の医師により米国功労科医学会が発足。2003年には、フランスで第一回アンチエイジング国際会議が開かれた。日本では、功労科医学の基礎研究はいくつかの分野で、なされている。 一方で、その診療に関しては、東海大学医学部付属東京病院などで、高科例ドックが行われているが、健康保険制度を中心とする日本の実情では、実践診療に大いに活かされているとはまだまだいい、がたい。老化と体内で起こる糖化が密接な関係にあり、老化現象の顕著な特徴と糖化反応は、直結している。コラーゲンの糖化は、 肌の張りと弾力性を失わせ、老化した皮膚へと変質させる、主な要因である。老人に多い皮膚の変色も、また、透過及び、メーラード反応に伴う色素の形成の結果である。透過された、老廃物の蓄積が白内障や、動脈硬化の進行となって現れる。老人が骨折しやすくなるのは、骨密度の低下だけでなく、強度そのものの低下も関係している。 骨に含まれるコラーゲンの糖化は骨の質を劣化させる。アルツハイマー病は脳内のアミノ酸が透過された結果蓄積されてゆく老廃物が原因という説も存在する。また、体の透過と糖尿病の合併症やメタボリックシンドロームには深い関係があることが日本高加齢医学界 日本メーラード学会、日本統合医療美容学会、日本高カレー美容医療学会などで報告されている。例えば、糖尿病患者に見られる褐色斑の色素の形成もまた、メーラード反応の結果であることが示唆されている。パソコンなどのディスプレイの LED が放つブルーライトのストレスなどによって引き起こされる中心性網膜炎やカレーを反変性症は、 眼底の栄養不足に伴って形成される、新生血管からの血症の進出が原因であるが、動脈硬化と同様に、血管壁が透過して、もろくなった結果であることが示唆されている。高糖掛けアは、摂取カロリーの適正な調整を行い、急激に血糖値を上げない GI に留意した食生活を送ることによって実現される。例えば加糖の方が、 他の糖類よりも血糖値の上昇が少ない性質を捉えて果物から先に食べる工夫をするだけでも血糖値の急激な上昇を抑えることが可能になり体の糖化の抑制が期待できる。ドクダミ茶や菊茶、シソハジャ、柿の葉ジャ、グアバ茶、ハマ茶などの健康茶はコラーゲンの糖化に対して強い抑制力を示す。また、高糖化作用を有する食品としてローマンカモミール、 桜、紫菊花などが発見されている。ありがとうございます。